さあポイントを移動して。水深浅くなって500ですね。500メーターです。何回か当たりが来てダメだったんで、もう人を吹けてるぐらいもうべったり息を出してやったところ、ちょっと当たりっぽい感じで。ありそう。今のところはあります。今日初の広越え獲物になるかどうか。今のところ100グラムとかですか。当人でギリ300グラムぐらい。ああ、引っ張りますね。魚いますね。あと途中バレないように。はい、あと結構今日出したんで飲まれてない。限定じゃないのか。作戦で糸出しまくってくる。半分行きました。
ったっけやったから。テラスのザメーとか。もしかしたら。このタイプ。ね。いかにも目の前にある餌は踏んで食べに行くそうな。最近ヘラツノ系釣れることが多いような気がする。増えましたよね。うん、なんか全部記録まで届かず。怖いな、この波の揺れで針が外れないか、いろんな種類上がってる。暴れてない感じかな。そうですね。まあでも暴れる。言ったそばから。分かってるね。見せてくれますね。見せてくれるね。最近やっぱあの YouTube 的にあんまり引きのある魚がないから演技をしてくれない。俺だって引くんだよっつ。水深って太郎系とかって、もう何でも言います、ね、でも前回夢ザメ連れていくからね、はい、夢ザメの方の可能性が高いんじゃないの。夢にしては引くかもしれないけど、あもみちゃん、秋だしね、はい逆にあの全然もう予想だにしないやつでもいいんですけどね。逆に何これ発業種、もう誰も種類が分かんない。もうおお暴れてんね。モミジハローあたりがちょっと動画強い。
はそんなでかいって感じはしないですね。暴れっぷりからして太郎かもみじか。まあ90センチぐらいですね。サイズまで予想し始める。ちょっとこっち向きに泳いでいてくれる15キロぐらいのとかあったので。そしたらバラムツだからバラムツに変わっちゃうから。ペイントはバラムツなんですよ。だいぶ近いですよ。さあぼちぼち上がってきますよ。果たして 何がかかってるんでしょうか。やっと、おお、やっと深海調査らしい。ああでも今なんか随分スピード感がある。こうなった寂しいしてはっていう。大丈夫かな。今結構俊敏な動きクンって一気に下がったね。はい、竿が。暴れたね。暴れました。結構元気な夢覚めだな。ありがとうございます。狙ってた深海ザメが。